都心から少し足を伸ばせば、そこは豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリア。たまにはプラッと。今回訪れたのは羽村市。東京都を横断する多摩川上水のスタート地点で、悠々と流れる水と豊かな緑が映える穏やかな光景が広がっています。あ、看板かわいい。何の動物だろう。 JR 青梅線羽村駅からバスで10分、閑静な住宅街の一角にあったのは日野トントンズー羽村市動物公園。どんな動物がいるんだろう。ここは何。あ、レッサーパンダいる。かわいい。こっち来てくれる。すごい活発。70種類以上の動物たちを近い距離で見ることができ、小さな動物園ならではのアットホームな雰囲気が魅力の動物園。あ、キリンだ。2頭もいる。こっち見てくれてる。すごい近い。こんな近くまで挨拶しに来てくれたの初めてかもしれない。シマウマもいる。あ、すごい、一緒にいますよ。いろんな動物たちが一緒に生活しているサバンナ園。都内の私立動物園では唯一大型動物を飼育しています。中でも子供たちに人気なのが、あれ、なんか建物がある。障子の扉、これ覗いていいのかな。あ、すごい、ツルがいる。障子を覗くとツルが現れる童話ツルの恩返しをモチーフにした展示。他にも様々な童話を模した展示があり、まるで絵本の世界に迷い込んだ気分で楽しむことができます。表情豊かな動物たちに出会いに行ってみては。